お疲れ様です、吉谷さん。なんか申し込みが2件ほど、なんか面白いエピソードがまた今度できましたね。まあつまり、スッと売れるよりも、なんか交渉の末売れる、もしくは交渉の末ちょっとね、すいません、今回はあのー、考え直した方がいいですよ、みたいな感じで断るにしても、なんかドラマになりますよね、そっちの方もね。あの、塾を売ってる方としてはですよ。でも、塾を購入する方とか、残念ながら、 交渉がうまくいかずに買えなかった人も実はこの人たちもドラマなんですよね本当に自分が三十万とか五十万すらねどうにもならずにチャンスに飛び込めなかったっていう経験が後々ね宝になることもあると思うんで挑戦したことのすべてがうまくいく必要はないのかなと思いますもちろん全部がうまくいったら本当に言うことはないんですけども 自分が意を決してチャレンジしたことがうまくいかなかったものすら自分の人生の材料になるんですよね。なぜなら多くの人が同じ思いをしてるから共感っていうものが得れるわけですよ。で実はね人っていうのは嫉妬されたりとかそれからなんかすごくね嫌な感情を持たれることは多いんですけども共感を得ることってすごく難しいんですよね。だから自分が弱いものですとかうまくいきませんでしたっていうエピソードがあればあるほど その難しい共感っていうのをね、得れるんじゃないかなと思うんですよ。だから、堂々と挑戦して、失敗すら、あ、成功の種になるんだなっていう風に受け止めていただければいいんじゃないかなと思います。それじゃあ、あいってらっしゃい。